ボールカウントは 2&2、 投球はこれから5球目。5番の大観衆、固唾を飲んでいます。1人バッターボックス、王の第2打席、ボールカウント 2&2 から投球、第5球を投げた。ボール、完全にアウトコース外れました。ボールカウント 2-3 です。今のボールなんか見てますと、なんか勝負以前といった感じの鈴木のピッチング、本人はね、アウトコースのシュートで決めようとしてるんですがね、それが外れちゃうんですよね。ゴーゴーたる非難の声がスタンドのあちこちから起こっています。第1打席もフォアボール、第2打席も 2-3 と完全なボールで 2-3。 投球6球目、さあピッチャーの鈴木康弘、第6球を投げた。打った、これ投げて、これ本命になりそう、世界新記録入った、ホームラン、王万歳、ハンク・アーロンの記録を破った、世界一の8球は人工芝の上を飛んで後楽園球場、ライトスタンドの大観衆の中に吸い込まれました。王は万歳をしながらゆっくりと今三塁ベース、今ベースを踏んで黒井コーチと軽い握手、ゆっくりと今王が世界一の笑みを浮かべながらホームインを浮かんでいます。今王ホームイン、花火が打ち上がりました。おめでとう王選手、世界一、日本一の王から世界一の王誕生という歴史的な瞬間であります。時やたかも昭和52年9月3日午後7時10分であります。